皆様こんにちは。今回は Google フォトの共有ライブラリで共有された写真を保存する方法をご紹介させていただきます。 Google フォトの共有ライブラリで共有された写真は、共有しているユーザーからの写真として共有ライブラリカテゴリーに格納されます。この状態では共有されている写真を回覧することができるのみで、共有しているユーザーのライブラリには保存されません。共有されているユーザーからの写真は個別に自身のライブラリに保存したり、一括で保存することが可能です。また共有されているすべての写真やフェイスグルーピングで分類されている写真を自身のライブラリに自動保存するように設定することも可能となっています。まず個別に写真を保存する場合は、保存する写真を表示して右上に表示されるダウンロードアイコンをタッチします。また一覧画面で複数の写真を指定して一括ダウンロードすることも可能です。ダウンロードされた写真は自身のライブラリに保存されます。自動でライブラリに保存するようにするには、一覧画面の自動保存をオンにしましょうをタッチして、すべての写真か特定の人物が写った写真を選択します。ちなみに特定の人物が写った写真は、共有元のユーザーからすべての写真を共有されていたり、複数のフェイスグルーピングが指定されている場合にのみ利用可能です。共有ライブラリで共有された写真を自身のライブラリに保存することで、 SNS で使用したり、スマートフォンの壁紙として使用したりなどができるようになります。ぜひ参考にして設定してみてください。以上、 Google フォトの共有ライブラリで共有された写真を保存する方法のご紹介でした。